公明党の政見放送ですお話は代表山口夏夫さんです公明党代表の山口夏夫です今回の参院選は 令和の時代になってて初めて行われる国政選挙であり、激動する国際情勢の中で、これからの新しい時代の日本の進路や国のありようを決める極めて重要な選挙です。国内においては、急速に進む少子高齢化という最重要課題を乗り越えるために、地に足のついた政権が必要です。そして国民の声を聞く という政政治姿勢から生まれれた政策でなければ国民の信頼は得られません。地域に根を張り、生活者の目線で庶民に根ざした公明党が連立政権にいるからこそ、政治が安定し、希望ある社会が実現できます。一方、世界に目を転じると、欧米など世界の国々は、対立と分断による混乱を抱え、 中東地域では緊張が高まり、貿易摩擦など、世界経済に与える影響に懸念が高まっています。このような国際情勢の中で、我が国が対話と協調による具体的な平和と協力の道を開き、国際社会をリードしていくためにも、政治の安定という強い基盤が必要になります。 昨今、老後生活に夫婦で二千万円の資金が不足するとの国民への誤解や不安を与えた金融庁の審議会レポートが波紋を呼びました。平均値や単純計算で赤字だの、不足だのと言われても、どこに住むのか、どんな暮らしをするかによって、必要なお金は千差万別です。 最も罪深いのは、年金制度への不安を煽り、政権批判に結びつけることです。以前、年金破綻を煽り立てた民主党が政権につくや、年金制度は破綻することはない、年金を清掃の具にしないと、前言を翻しました。現行の年金制度が長く安定していることと、 人生100年時代をどう暮らすかは、全く次元の違う話です。公明党主導で進めた2004年の年金制度の改革で、将来にわたっての安定性が確保されました。基礎年金1 2分の1の公費負担が実現し、年金保険料は段階的引き上げが完了し、固定しました。 今年10月からは、低年金の方へ、年間最大6万円の給付金も実施されます。また、この6年間で、380万人の方が新たに働き始め、そのうち正社員が130万人増えました。新たな雇用が拡大し、年金保険料の収入が増え、運用が改善しています。さらに、 年金積立金もこの6年間で44兆円積み増すことができました。こうして、年金制度は確実に安定し、改善されているのです。その上で、人生100年時代の長寿化にどう備えるかは、これからの議論です。年金が老後の生活の支えであることは変わりません。 健康寿命をどう伸ばし、ライフスタイルをどうするか、新たな収入の道をどう開くかなど、幅広い議論が必要です。高齢者の健康を保ち、すべての人が生きがいを持って暮らし続けていくことのできる豊かな社会を築いてまいります。公明党は、今回の参院選を通じて、 主に一つ,つ目は、子育て支援の充実など、全世代型社会保障への転換です。今、日本は深刻な人口減少、少子高齢化に直面しています。この10月に消費税率が10%に引き上げられる予定です。それに伴い、消費税の使い道を大きく変更し、 教育負担を軽減します。公明党が掲げてきた教育の無償化三本柱がスタートするのです。この10月から幼児教育、保育の無償化が始まります。来年4月からは、大学、専門学校など高等教育を一部無償化します。さらに、私立高校授業料の実質無償化を国でも行います。 これまでの年金・医療・介護という社会保障の三本柱に加え子育て支援という新たな柱に予算が多額に充当され公明党の公約である教育負担の軽減が大きく前進します10月からは年間最大6万円の年金生活支援給付金に加え所得の少ない高齢者には 介護保険料を軽減しますこうして子どもから高齢者までの全世代型社会保障へ大きな一歩を踏み出すことができるのです消費税について今は引き上げるべきではないとの声もありますしかしこれ以上消費税引き上げを先送りすることは子や孫の世代にかえって大きなつけを回すことにもなります 特に教育負担の軽減により、次の世代を育てることが、我が国の将来を見据えた重要な布石となるのです。増税にあたっては、せめて食料品だけでもとの国民の切なる声を受け止めて、公明党の一貫した主張により、軽減税率を実施することとなりました。消費税10への引き上げと同時に 飲食料品などの税率は8%に据え置き、消費者の通税感を和らげ、日々の暮らしに安心をお届けしますさらには子育て世帯や低所得者向けのプレミアム付き商品券の発行や住宅・自動車の購入支援など、かつてない景気対策も実施します。公明党は 消費税10%の負担を国民にお願いする以上国会議員も自ら負担を引き受け身を切る姿勢を示すべきだと考えます国会議員の歳比10%削減を実現します二つ目に経済を再生し実感できる景気回復を実現します政府与党の経済政策によって 名目 GDP は61兆円増加し、企業収益は過去最高を記録するなど、景気は着実に回復を続けています。成長と分配の好循環を拡大しつつ、特に中小企業や小規模事業者が賃上げできる環境づくりを後押しし、賃上げの流れをより一層加速させます。最低賃金を、 2020年代半ばには、47都道府県の半数以上で1000円以上へ引き上げます。それに伴う、中小企業等への支援を実施することによって、家計の所得向上を図り、国民が実感できる景気回復を実現します。3つ目に、希望ある高齢社会をつくります。高齢とは幸に弱い と書いて誰もが幸せに人生の年齢を重ねていくことを意味します2030年には830万人に達するとも見込まれている認知症対策はまったなしです我が党の100万人訪問調査運動でも認知症に関する不安の声が多く寄せられました認知症施策については6月20日 施策の強化を図る基本法を公明党案をベースに取りまとめ自民党と国会に共同提出しましたまずはこの法案の早期成立を目指します同時に認知症の予防・介護方法の研究や根本治療薬の開発を加速します高齢ドライバーによる 相次ぐ事故対策も早急に手を打たなければなりません交通事故を抑制するためにペダルを踏み間違えた場合自動ブレーキがかかる装置がついた安全運転サポート車の普及促進を図ります免許証を返上してマイカーがなくても安心して病院や買い物などに行けるようタクシーチケットの交付相乗り導入 予約制小型バスの普及、公共交通機関の運賃割引などを図ります。高齢者や障害者が安心して移動できる新たなサービスの構築を国家プロジェクトとして取り組んでまいります。公明党には他党にはない強みがあります。それは小さな声を聞く力です。徹底して現場に入り、 生活者の小さな声を絶え間なく聞き取り、地方議員と国会議員の連携で、さまざまな政策を組み合わせ、それぞれのレベルで立体的に推進、実現する、このネットワークの力こそが公明党の強みです。これからもこの力を国民のために存分に発揮してまいります。連立政権に 生活現場と直結した公明党がいるからこそ政治に信頼と希望が生まれると確信しております公明党は今回の参議院選挙で埼玉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福岡の7選挙区の勝利とともに比例区6議席以上の獲得を目指しております引き続き連立政権で 国民ニーズを幅広く受け止め、安定した政治を進めてまいります。そして、希望ある日本の未来を開いてまいります。どうか公明党に力を与えてください。皆様の絶大なご支援を公明党に賜りますよう、心よりお願い申し上げます。比例区はは公明党または 公明党の候補者名をお書きくださいどうぞよろしくお願い申し上げますありがとうございました続いて名簿搭載者の方々のお話です司会は代表山口夏夫さんです 公明党は、今回の参院選比例区に十七名の候補者を立てました。そのうち、代表の六名を紹介いたします。はじめに、若松兼重さんです。若松兼重です。この六年間、東日本大震災、原発事故からの復興、自然災害対策に全力で取り組んできました。 再生可能エネルギー地域特色を生かした地方創生を推進し地方を元気にしてまいりました公認会計士第一号の国会議員として行政の不正ミスゼロ政策にも全力で取り組みますあなたの未来を元気アップ若松金重頑張ります次に平木大作さんです 平木大作です党青年委員長として若者と女性の活躍を推進してまいりました全国1000万人の声を集めたアンケート運動ボイスアクションを通じて最低賃金年平均3%アップを勝ち取ることができましたまたビジネスの最前線で働いてきた経験を生かし経済産業省の政務官として中小企業支援策の拡充に取り組みましたこれからも日本経済の再生に全力で 取り組みます次に新妻秀樹さんです新妻秀樹です私は世界最先端のものづくりの現場で働いてきた経験をもとに中小企業の税負担軽減策を推進してきましたまた災害時における衛星写真の活用を実現するなど皆様の安心安全を守る政策に取り組んできましたものづくりでこの国を元気に 新妻秀樹は持ち前の行動力で全力で頑張ります。次に山本かなえさんです。山本かなえです。三十八年、地元関西を中心に。小さな声、声なき声に耳を傾けてまいりました。すべての人の生きづらさに寄り添う、生活困窮者自立先生度の創設。造血幹細胞移植推進法などを実現したまいりました。誰も置き去りにしない。 誰もが活躍できる社会の実現を目指し。これからも全力で頑張ってまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。次に山本浩さんです。山本浩でございます。私には重度の知的障害がある娘がいます。制度の狭間で苦しむ人に政治の光をと誓ったのが私の原点です。誰も置き去りにしない社会を断固実現します。また。 昨年の西日本豪雨では被災者支援に総力をあげました南海トラフ地震や豪雨災害に備え今こそ防災減災復興を政治の柱にすべき時ですどこまでも人間主義の政治を目指し走り抜きます次に川野義弘さんです川野義弘ですこれまで食品ロス削減推進法の成立や 教員の働きき方改革など実現してきましてまた引き続き、再生可能エネルギーの拡大や、日米地位協定の運用改善などに全力で取り組みます。これからも皆様の声を国政に届け、気がつけばここにも川野の実績がある、気がつけば川野、気がつけば川野と喜んでいただけるよう、実績を積み重ねてまいります。 公明党の政見放送でした。